第2回ショータイムスキンズマッチということで、今回は東千葉カントリークラブに来ています。なんと賞金総額40万円です。スポンサーなんですけども、株式会社カメラ総合塗装様、首都圏にてビル、マンション、アパートの集合住宅を中心に改修工事を行っている会社です、はい、ショータイムゴルフを見たで 5%はあ、お値引きをしていただけるということで、今回の賞金のホールごとの振り分けなんですけども、はい、1番から3番までが5000円で、4番から6番が1万円、7番から9番が1万5000円、10番から12番までが2万円、13番から15番までが2万5000円、16番と17番が3万円、最初ホールが10万円、10万円です。3番378ヤードミドル、ほとんどまっすぐのミドルホールです。さあ風が強くなってきて、テルテルのティーアップがだんだん低くなってきております。はい、かんちゃんです。しゃー、風の上いったよ。風の上いったわ。ちょっと左飛んでるよ。飛んでる飛んでる。ショートさん、スティンガーですか。スティンガー普通にいい球出た普通にいい球だった、うん、めっちゃいい球。タックン、スティンガー、テルテル式ティーアップでまあね、上げてるときは下げるの一つ手ですよね。下げて入れに行かない、うん、下げて払うね、それ大事。おー、いいよ、ロードロー、うん、ナイス、フェアウェイです。ちょいラフかな、まあでもいいとこ、完璧。さすが、自分をよく知ってらっしゃる。もう俺240ぐらいしか飛ばないからね。ゴルフで大事なのはそこですね。10年で20ヤード、自分を知ること。精度で言えば全く別物になる。フェアウェイです。もうフェアウェイど真ん中、ちょっと右からのアゲンスト、126ヤード、9番アイアンぐらいですかね。ピッチング、ピッチング飛ぶね。9番、9番竹内氏、見栄を張りました。うん、あ、出てこない。あ、違う、出てこない。手前、あのレイアップ、レイアップ風吹いてる日はね。たっくん、同じ距離、ほぼ同じ距離、126ヤード、9番、逆に8番で、8、8番で、あ、ショット、あ、今の僕のを見て、8で、ちょい抑え、低め、これはうまいね。だね、あ、転がってった、あと奥、あ、 OK、 OK、 まあちょっと風受けない球だったから、その分飛びすぎたかなぐらいの感じ、ね、ちょっとテルテルの、まあ、でもいいショットだった、すごい。テルテルのと半々だとちょうどだった、そういうことですね。105 50度50度、どこだ、ん、どこだ、これか、右からのアゲンストだね。ラージ今日ちょっとアゲ強いかもね。70、80、喜んで
guy, man. Come. Oh. ちょっとでけえな。あ、でかい。悪くない。まあ悪くない。縮小。俺の髪の毛にドロが付き合う。はい、セルキ。俺が使った。三打目。うまい。激スペイン。はい、たっくん、バーディーパット。下りスライス。一つ二つと超えてくる感じなんで、結構切れそうですね。最後は結構下りです。もういいライン来てるね。そっから下り。惜しい、ナイスタッチ、うまい、いいパットだった。さあ、カンもバーディーパット OK です。パーしっかり打った。それは打ちすぎでしょ。パンツよ。あ、パンチもいいとこ通過してきました。見えなくなったな。グリーン出たわ。OK。 はい、翔太のバーディーパット。俺結構カップ際偉いスライスするんじゃないか。うん、えらい切れる。1メーターいった。さあ、てるてる、ちょっとフックライン。惜しい。翔太くん4打目、パーパット。いいの。ナイスパー。393ヤード、ミドルホール。たまには正面から。左ドッグレッグ。たまにはね、正面から。393ヤードパー3。OK。 ナイスショー。何今の風、いいとこだね。ボール動かない、傷だけだった。今でもすげえいい気がする。ほんとマキロイさん、そうケプカとかもそうだけど、男性のこの辺で右肩よりこっちに出てない。そうすればこの両腕の力とかしていい。強さ悪い。こっから打ってくる。ひねってこの位置まで持ってこないと、プレーに降りてこない。そのこれぐらいが精度を悪くしてる。OK。ショー完璧。ナイス。俺飛んでるよ。うん、はい、フェアウェイ。真ん上げ。9番。9？ 風を考慮して。上げ
てるよね。上げてる上げてる、間違いない。まあでも俺いるから分かんないけどね、未来のことは分かんないよ。暗くて見えないわけじゃない、眩しくて見えないんだよね。一寸先は光。いいんじゃない、風風来い。まあまあ、はい、セカンド、セカンド136ヤード、さっきと同じような、ちょっとアゲンスト、旗は左からアゲンスト、そうさっきと同じように8番で、8番でちょい抑えで、つま先上がりです。左、ちょっと左、まずまずまずは、はい、じゃあ竹内くんのセカンド、はい、130ぐらい、130ちょい、130ちょっとアゲンスト、アゲンスト、8番、8番届くかな、まあ、届くでしょう、ほぼほぼ平らですね。100ちょい、何度 5-2、あー左巻いちゃった、あー傾斜がすごいっす、傾斜がすごいっすね。ちょっとフックですかね、ラインとしては。カップのとこはスライス、カップのとこはスライス、ちょっと難しいアプローチ、やだった、持ってこい、おい、うん、ナイス。まあダフっても寄せる、まあね、技術、技術、はい、感謝1、3度目ガオーライ、これも結果をね。あー、ナイストップ。まあまあまあ。まあゴルフは結果ですから。ゴルフは結果ですか。結果です。いかにナイスミスを積み重ねるか。名言出ました今。ナイスミス。いいわけです。さ、ショートさんバーディーパット。はい、結構フック。最後ちょっと上り。しっかり打った。起きた？あー、切れた、最後まで。最後までフックあった。スパー。カーンはパーパット。うん、オッケー。さあ、これが入れば7万円。すごい下ってる、でも、でもね、すごいライン読んでたからあるよこれ。あ、早っ、早い、誰、アルバルク、半端じゃない、ナイス、はい、キャリー、キャリー、うん、はい、行こう、なんか言ってるやつ、なんか言ってるやつ、うん、仕方してくるパー5、これちょっとしっかり振ってこう、you
ちょっと見失った。あ、そう、あそこ近い。うん、どうしよう、右から風でしょ、これ。俺からフォローじゃない。カートから近い。うん、カートから近い。マーベキ、素晴らしい、省エネも、うん、素晴らしい。省エネのコツはカートから動かこれカート狙い、フェアウェイから乗ろう。ナイス。これもカート狙い。そうですね。ああ、やっぱり今のところみんなカートから近いから。おお、さすがカートに。慣れてない慣れてない。だんだんなんかみんな俺のルール分かってきた。分かってきた、分かってきた。やっぱカートよ。カートに近づけない。うん、打つべきものはカート。254ヤード。スプーン、フェアウェイに2つボールある。カート狙うっつって2人ともカートに近いってところがやっぱさすがプロってところだよね。ここじゃん。はい、あ、止めて。これまあ触れなくはないけど。近いです。失礼いたします。手がかじかんでボタン押せなくて。230ヤード、スプーン。しょー、バンカーかな。バンカーより左。マジか。三鉄、うん、三鉄。かな。弱い。たっくん3打目。何ヤード。53ヤード。ピンが手前でちょっとエッジから近いです。はい、上げてます。上げてるから普通に打ってば止まる。3度。はい、58度です。エッジからピンまではこっから見る限り3、4ヤードぐらい。真正面からアゲンスト。ちょっと緩んだ。オン。右手前。オン。オンって感じ。オン。え、3打目。でかい。もうほぼ同じところから照樹くん、はい、58度で、はい、
51ヤードピンがエッジから近いので入れてるかな、若干だね、若干52でいきます。52で52度で51、2ヤードアゲンスト。近いんじゃない？ちょっと手前か。キャリー足りなかった。ナイス、オンだね。オン、ナイスじゃない、オンだね。押し切れんかった。オッケー。いや、むずいな。そんな簡単じゃないな。激ムズじゃないこれ。どこ乗ってもむずい。どこ外してもむずい。うまい。止まれ止まれ。いいんじゃない、ママじゃない、ママだろ、ママ。ボールうまいよ。うまい。ナイス。ママ堀のちょっとフックかしら。読みづらい。うわ、惜しい。オッケー。サン君のバーディーパット。下りのスライスライン。うまい。うまい。ナイスライ。テルゼルの約7メーターぐらいのバーディーパットです。ゴー。うわ、ナイス。ナイス。マジ。ナイス。ナイスバーディー。やっぱね、入る気するとき入るね。やっぱね、いつまでなんとなくわかるんだよね。大事なあるよ。翔太くんのバーディーパット。チーム戦になってる。チーム戦。チーム戦になってるからね。2対2で。結構僕のも微妙な切り方したんで。曲がるか曲がらないかね。フックスライスだったんですよ。あ、でもフックして最後そんなスライスしなかったから。なるほど。これはちょっと微妙な位置。2メーター弱。ナイスバーディー。ナイス。ナイス。キャリーパミュ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 。3キャリーパミュ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 。今回スポンサーをしていただきました株式会社亀田総合塗装さん、ありがとうございました。この動画がいいと思ったら